株式投資で巨額損失をかぶったことを明かした青汁王子こと実業家の三崎雄太氏35が25日までに X 旧ツイッターお更新婚活マッチングアプリの入会審査に落ちたことを明かし思いを綴った青汁王子こと実業家の三崎雄太氏35が25日までに X 旧ツイッターお更新 婚活マッチングアプリの入会審査に落ちたことを明かし、思いを綴った。写真、三崎優太氏、婚活アプリ審査落ちの様子現在は、これまで居住していた家賃1700万円とも言われる、青汁ヒルズから退去し、家賃9万円のアパートでの生活を始めた三崎氏。24日には、今日はユニクロで買ったスーツで出かけた。なんとびっくりすることに。 このまま洗濯することができるらしい。クリーニング代もかからないし、お財布にも優しいと、スーツをカジュアル衣料品店で購入したことを明かすなど、生活の激変ぶりをうかがわせている。今回の投稿では、こんな時に支えてくれる彼女が欲しい。そう思って東カレデートを始めてみましたと、審査制の婚活アプリ利用を試みるも、どんな出会いがあるんだろう。 希望に満ち溢れながら画面を開いたらこうなったと、審査により残念ながら入会が認められませんでしたと表示された画面をアップ。人の価値を金で測るのは愚かすぎる、せちがらい世の中ですとぼやいた。ユニクロで買ったスーツで出かけた。なんとびっくりすることに、このまま洗濯することができるらしい。クリーニング代もかからないし、お財布にも優しいと。 スーツをカジュアル衣料品店で購入したことを明かすなど生活の激変ぶりをうかがわせている今回の投稿ではこんな時に支えてくれる彼女が欲しいそう思って東カレデートを始めてみましたと審査制の婚活アプリ利用を試みるもどんな出会いがあるんだろう希望に満ち溢れながら画面を開いたらこうなったと審査により残念ながら入会が認められませんでしたと表示された画面をアップ 人の価値を金で測るのは。